はい、どうも皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。はるです。今回もまた以降の続きをやっていきます。今回はというか、この前の続きですね。水車のあるところを抜けていった、後の場所です。ここは崖ですかね。ちょっと短縮していきます。じゃあここで降ります。降りれる。ここよし、ここで降りると時間短縮のショートカットです。はいと。落ちた。コンティニュー。これジャンプが難しいんだよね。はい、またここからです。場所狭いからさ。よいしょと。また落ちた。狭いさ、その狭い場所のジャンプはちょっと難しいな。狭い場所のジャンプはちょっと難しいからね。何回落ちることか。よいしょ。この辺かな。よいしょ。では行きます。危ない。よし、さあ次だ。ここはオープニングで連れてこられた場所です。これは何だ。これどうやんだ。こっちに持ってき
て、この下からジャンプするのかな。よいしょ。と、お、いけた。離れすぎるとやっぱ落ちるんだよね。あ、しまった逆じゃん。タイミングを間違えました。初歩的なミスを犯してしまった。でまたちょっと10分ぐらいやったら、また中断します。容量はさっきのでいいんだろうけど、とと、お、ちょうどいいところに。ああ、だからなんで逆ジャンプになるかね。後ろ下がった時かな。今更ながら後ろ下がった時にボタンを押したら前に勢いつけて飛ぶってことかな。前に行った時に後ろに飛ぶってことは、あまりその辺気にしてジャンプしてないから。スルスルーっと。あ、違う。下に来た時にジャンプか？なんか単純なところで詰まってる。ジャンプのタイミング。今まで成功してきたじゃん。なんで今更失敗する。いや、ガチで失敗してます。あれ？ 1、2、3。 あれ方向キーいるんかな。ちょっと方向キー押しながらやってみます。あら、なんだ、今までちょっと無意識でやってたんだけど。今まで無意識でやってたんだけどね。方向キー入れてたっけ。ちょっとまあいいや、方向キー入れながらやってみます。逆、あ、いかん。2の3。あれ、違う。あれ、なんだ方向キー入れても無駄だな。後ろ下がっ、あれ、さっきまでどうやって行ってた。したら、あ、なんかドツボにはまったような気がする。振り子だからね。振り子でやるから、よいしょ、スルスルーっと。で、はい。3。あー、なんか、
なんかわかんねえな。なんであそこで逆ジャンプするんだろう。落ちたかと思った。よかった。足を降りて、ここは進めないからこっちしかないか。何も見えない。なんか道がある。なんか光があるんでそこに行ってみます。よいしょ。ん？これは、お、オープニングで出てたあのプラズマ状態の剣がありました。これであの扉を開けます。どこだっけ、こっちか。スイッチオン。あ、ちょっと待って。いいよ。さあ。オープニングさながらの。あれ？あ、こっちか。なんかいます。今回はもう14分も経ってるよ。早いな。ということで、今回はここまでにしたいと思います。あまり進んでないように見えますけどね。それでは、ご視聴ありがとうございました。